はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸3をお送りします。で、このタイトル3本目で今回1問のみです。で、今載ってるこの問題やっていくので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しそうだと思う方は今からね、解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、自分の方で取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回タイトル丸3になってるんだけど、1と2の時に実数解の個数、まあグラフ勝負だよっていう話をしてて、で、今回も同じです。ほんとグラフ勝負、特に1個前の動画の丸2と非常に似てます、やり方としては。で、まずちょっと問題確認していくと、方程式 x3 乗 -6x プラス a イコール0です。まあ前回も a 入ってたね。で、こいつが異なる2個の負の解と1個の正の解を持つように定数 a の値の範囲を定めようという問題で、前回の動画の時は実数解が3個とか、まあ、2個とか1個っていう個数だけだったんだけど、今回結局3個あるんだよね。2個と1個で3個あるんだけど、2個の負の解と1個の正の解ってそこまで指定してきてる、まあ、そういうタイプの問題になります。ただしやることは前回と同じです。本当方針はね。ただ最初にちょっと気をつけなきゃいけなくって、これあるでしょ。で、前回の流れでいくと、まあ、その時もちょっと言ったけどね、まあ、A を右辺に持ってこようってしたくなるから、普通に持っていくと -6x イコールこうなるよね。で、これでよっしゃこれ fx っておこうぜって言っちゃうとちょっと困ると。で、これはまあ前回もね、そう言ったように、ここマイナスだと嫌なの、 A だけがいい。だから全体にマイナスをかけて、まあ、マイナス処理をして全部の符号を変えてね、こうしてください。これがスタートになります。いいかな。で、左辺のこの部分を fx と置こうと。で、あとは同じね、もうよいしょ、こうやって置くと。で、増減表が必要になるから、まず微分しましょうと。で、3x2 乗をプラス6か。で、これ fx、f'x か。イコール0。これ下増減表。なんでね、増減表グラフって答えでいっか。はい。で、これ、より、ちょっとこれ解きますね。これね、地味にちょっとつまずこが出てくるので。こうなります。で、6こっちに持ってきてマイナス3で割るとこうなるのね。で、これちょっと懐かしすぎてね、えってなる子がいるんですけど、これ中3の時にやってる二次方程式の解き方、左辺の、まあ、2乗を消す代わりに右辺にプラスマイナスルートがつくよっていう、まあ、そのタイプなので、これ x イコールプラスマイナスルート2とこうなります。ギリギリかな、大丈夫ね。で、これを踏まえて増減表を書いていきましょう。グラフも書きたいから、ちょっと爪でいこうか。x と f'x、fx だね。で、今回も x の範囲、特に決まってないので、まあ、点々点でマイナスルート2とプラスルート2打てばいいから、点々点、マイナスルート2、点点点、まあプラスの方のね、ルート2で、この2箇所0と。で、まずその値から出しますかね。 fx ここにあるから、マイナスルート2代入すると、3乗で、2ルート2のマイナスだからプラスになるのか、2ルート2マイナス6ルート2なのでマイナス4ルート2だね。で、ルート2入れるとこっちがマイナス2ルート2で逆か、だから4ルート2になると。で、プラスマイナス確認したいんですけど、ここがダッシュ x、まあ、いつも通りね、でかい数は100とか入れるとここがめっちゃでかいマイナスになるので、マイナスで、こっちもマイナス100入れると結局2乗してプラスになるんだけど、このマイナスのせいでね、でっけえマイナスになっちゃうので、マイナスと。で、間は0がいるから、0入れると6が残るからプラスだねって、つまり下がって上がって下がると。これで増減表完成でございます。ということで、と思ったけど右側に普通に書けるじゃん、グラフ。ってことで右に書きます。まあ、今回もグラフ勝負なんでね、結局は。
世界がちょっと大きめに書こうか。よいしょ。で、油断すると、きっと右下がりに。あ、ギリかな。よし、じゃあ、マイナスルート2のとき、マイナス4ルート2だから、まあ、ちょっとアバウトですけど、マイナスルート2のときに、4ルート2で、その逆だもんね、今度ね。まあ、この辺にしとこっか。で、ルート2のときに、4ルート2と。で、あとちょっと地味に大事なのが、これ、FX、マイナス X、マイナス X3 乗プラス 6X って定数項ないんだよね。つまり原点通ります、これ。X に0を入れると0になるからね。で、ここ通るってもちょっとね、地味に、ね、押さえておくといいです。で、下がって上がって下がるから、うん。まあ自分ででかくしたのが悪いんだけど。ああ。よいしょ。ごめん、ちょっと結構くねくねなっちゃったけど、ごめんね。うん。まあ許して。まあこんな感じになると。で、あとは前回と同じです。今、左側の、このマイナス X3 乗プラス 6X を書きましたと。で、ちょっとあえてね、ここで色変えますね。まあ、前回ちょっと合わせたいので。で、FX、まあ、FX っていうか Y イコール A でいいね。横の直線を書くと。で、その横の直線と交わってるのが実数解の個数だったでしょ。で、今回は、その、例えば3項とかならそれでいいんですけど、その中でも2個の負の解と1個の正の解が欲しい。例えば全部で3個だったら、あ、この辺通ればいいじゃんってわかるんだよ。じゃあ、ここを通してみようって通すでしょ。これ、3個確かにあるんだよ。1、2、3って。でも、この2個って、X が正のところだ。正の解が2個なのね。で、負の解が1個になっちゃう。逆なんだよね。じゃあ、どこに取ればいいかって。ここだよね。負の解がここに2個ある。で、正の解が1個。つまり、これに当てはまると。あ、じゃあ、ここなんだ。で、あと大事なのは、どこまで行っていいのっていう話なんだよね。で、一番下の方は、まずここです。ちょっと点数で書きますね。このマイナス4ルート2のところ。ここは、負の解じゃねえや、正の解1個なんですけど、解がもうそもそも2個になってしまうので、ここアウトですね。これちょっと上に行けば OK なんだけど。だからここが、まあ、デッドゾーンとか切れ目になる。で、もう一個上はどこで切れるかっていうと、これここです。ちょっとこれ、実践にしちゃいますね。X 軸のところ。これは解が3つあるんですけど、負の解、正の解、これ0だから、負じゃないからね。つまりそこダメなんだよ。で、ちょっと下に下がってくれれば、見にくくてごめんね。こうなってくれれば、正の解で、負の解、負の解になるから OK ってなるんだよ。だから、ここの0のところとマイナス4ルート2、ここは切れ目になって、その間だったらこれ満たしてるよね、というふうになるから、答えはまた赤に戻ろっかね。もうこんなね、すごい入っちゃってるけど。A は、マイナス4ルート2から0までならいいですよって。で、これ両方イコール入んないからね。マイナス4ルート2の時はダメだし、0の時はダメだからイコールは入らないと。で、これで答え。っていう感じになります。いいかな？では、今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回でこのタイトルが最後です。で、その後には積分が始まっていきますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。